た出たぞ出た出たぞえー、満州事変、今週の満州のファンの皆様、お待たせしました。とうとう、この日が来ることとなりました。コメント欄に、前回ね、僕の友人の、YouTuber を西成に案内したときに、その友人がね、女性の塩で塩ラーメンを作ったっていう、つわものね、YouTuber を、紹介したんですけども、紹介した後に、よく言われるのが、坂田恵子の、塩で塩ラーメンを作ってほしい、そういう要望がありましたね。で、僕も昨日も寝ずに考えました。やっていいのか、やったらダメなのか、で、人間としてやっていいのかどうなのか考えた末にやっちゃいます。毎週ね、日曜日になると僕の試合の、お店で坂田恵子も知らないですけど、焼き鳥二郎さんでライブをやってるってことで、ファンの方とか見てるんですけど、そこに行って、俺は、塩を取りたい！塩を取って、塩ラーメンにしたーい！ということでね、もう行きたいと思います。もう今の言葉でね、もうそこで反応したんでね。何がやめとんや。坂田恵子いました。お前ら。今週の満州。これね、今週の満州感じコーナーなんですけど。あった。レイラスかぶして、かぶして。出たから。早く。お皿持ってきて。出してもらって。ようやく、塩が取れたので、この塩で、塩ラーメンを作りたいと思います。先ほどね、ようやく、あいつ暴れるんでね、なかなか苦戦しましたけども、取ってきましたよ。坂田塩。いやー、ほんとに。なんかね、ああ見てシャイなんでね、やらせてくれなかったし、なかなか。で、それでも頑張って取らせていただきました。坂田塩。その前にね、おいね。この自殺、とある方にいただきました。ありがとうございます。いや、最高じゃない、これ。もう、人生とは、生きることや。もう本当にあります。はい、これ4ついただいたんですけどね、本当にもう、どんどんご紹介させていただきたいと思います。まあ、それは置いときまして、ようやく、苦戦した中で、女性の塩で、塩ラーメンを作る。僕のね、後輩の YouTuber がやってて、俺もやっぱチャレンジしたいなということで、今回やらせていただくんですけども、ようやく、坂田の塩。これちょっとね、ちょっと黄ばんでるんですけど、知り合いのラーメン屋に聞いたら、ちょっと寝かした方がいいんじゃないかということで、12時間ほど冷蔵庫で寝かした坂田の塩でございます。そのために女性の塩で塩ラーメンを作るということで、もちろん、生麺買ってきました。で、あとはね、もう一人ユーザーの方に言われたのが、坂田の塩と、
麺だけじゃちょっと違うんじゃないかということで、今回ね、わかめ。わかめ。わかめをね、入れて、女性の塩。坂田の塩で、塩ラーメン。今から、作っちゃいたいと思います。いっちゃうぞ。はい、それでは行きたいと思います。まずね、お湯をね、沸かすと同時に、生麺の方をね、器に入れて、ほぐしたいと思います。ほぐします。手でやった方がいいかな。こんな感じだね。こんな感じ。手でほぐして。あ、いい感じ。うん。あとは、これね。入れたいと思います。はい、ちょうどね、お湯が煮てきたので麺を入れたいと思います、ね、ちょっと愛情深くね入れるある。あ、熱っ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 。はい、湯出しました。湯出した時に一番大事なのはね、これは本当に、湯切りをやりたいと思います。いや、湯切りしたいと思います。よっしゃ、いい麺ができました。それと同時にね、ようやくこのワンに坂田の塩を入れたいと思います。お湯に、これ入れて、はい、できました。坂田の塩の出汁、これに麺を入れまして、いやー、いいな、最高の、いやー、これ最高じゃないですか。あー、完成しました。いやー、これはうまそうだ。今だってこんなラーメンがあっただろうか。これはね、すごいラーメンができました。視聴者の、ね、浜田さん、ありがとうございます。やっぱりワカメを乗せるべきでしたね。これをしっかり、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、ようやくたどり着くことができました。坂田系塩ラーメン。いやー、めっちゃ苦労したなー。ようやく坂田系塩ラーメン行きたいと思います。いやー、苦労した分ね、本当にこれも美味しいんでしょうね。いやー、本当に嬉しい。それでは、いただきたいと思います。いただきます。